はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はですね、前回の動画パート1の続きからなんですけど、もうそのままぶっ続けてやっていきたいと思います。まあ日付とか見たらわかると思うんですけど、前回のパート1から、まあ、ちょっとしか時間経ってないんですよね。まあちょっと続きが気になって気になって仕方ないし、早くねこの無人島っていうのをねどんどん開発していきたいから、早速やっていきましょう。それじゃあまずね、なんかピコンピコンうるさいんだよね。これか？マップ。このアプリではあなたが現在いる島全体の地図をチェックできます。また X を押すと普段の行動中に表示されるミニマップのオンオフ設定ができる。ミニマップずっとオフ、ずっとオン、移動中オフ。まあずっとオンでいいか。あ、でガチャがどこにいるとか、キャンベラがどこにいるとかわかるんだ。なるほど。で、今現在地がキャンベラの右にある三角形と丸が合体したみたいな、なんかアイスクリームみたいな形のやつか。オッケーオッケー。でね、なんか家の方にねメールのマークがあったんだよね。これは何だろう。どうやって調べるのこれ。あ、調べれた。任天堂、この度アップデートへのご協力をありがとうございます。プレゼントも送ります。やったね。なんだろう。で、これは移住おめでとうございます。無人島での新しい暮らしを楽しんでください。プレゼントをお送りします。なんだろう、プレゼントって。プレゼントを開ける。任天堂スイッチ、いいね。めっちゃいい、そういうの。これは素朴な DIY 作業台か。マイクラでいう作業台みたいな感じかな。この任天堂スイッチは何ができるんだ。任天堂スイッチ使ってみる。この辺に飾る。どの辺に飾ろうか。この辺だな。いいね、めっちゃいいけど、どうしよう。移動したい。超能力者、超能力者来ましたよ。ピオキング見て、ほら、おりゃ回れ。超能力者じゃん、完全に。よし、このまんま頭に置いておくか。よし、オッケー。いいね、いいね、いいね。まあこんなもんでしょう。待って、寝たらダメ、寝たら。それじゃあ見た目をね変えたいから、ちょっと鏡をね探したいと思うんですよね。ここにないかな、この社長のテントの中に。鏡欲しいな。ないな絶対これ。いらっしゃい。見ての通り狭苦しいけど、よかったらゆっくりしていって、島での過ごし方とか何かアドバイスが必要だったら僕に相談してください。何か必要なものがあれば豆吉に聞いてほしい。よし、鏡は、鏡、え、なんだ。島暮らしで便利に使える道具は DIY で自分で作るっていうのも、無料のワークショップもやっている。 DIY はこの先絶対下し、ピオキングさんもぜひ体験してみてください。で、マミキシいた、早速来てくれた。ちょっとした日用品などを販売させていただいています。スペースの都合上で商品は多くはないですが、その代わり毎日入れ替えますので、ぜひチェックしてください。よし、見てみる、見てみる。鏡ある？鏡ない。ティッシュとバケツしかない。あ、こっちもなんかあるんだ。桃400円、高くね。え、こんだけ。鏡は、鏡ないの、マジかよ。で、あ、買い取りもしてくれるんだ。あと島の美化活動をサポートするため、雑草やゴミを持ち込んでくださった方にも謝礼を。オッケーオッケー。っていうことは雑草も売れるってことで、買い取って、で、雑草はこれか、雑草を買い取ってもらおう。オッケーオッケー。これは20ベル高っ。1個10ベルなんだ。え、めっちゃいいじゃん。雑草抜きまくるか。これは、
コンテナのこともちょっと説明しておく。リサイクルボックス、建物を建てるときに撤去されたものや不要品などをここに集めてある。欲しいものがあれば自由に持ってっても構わない。いいねいいねいいね。なんかなんか入ってる。ダンボール、いらない、絶対いらない。これは ATM かな。パスポートといって島での暮らしをより楽しんでもらうサービスを提供する端末。今ピオキングさんにご利用いただけるサービスは2つある。島で手に入りにくい商品を手軽に通販でお取り寄せできるタヌキショッピング。無人島じゃねえじゃん。無人島からかけ離れてるな。ここ通販できるんだ、無人島で。あとは ATM、 マイルを景品と交換するサービスも利用手続きを進めているから、アクセスしてお得なサービスを受けてちょうだい。それじゃあ早速見てみよっか。お、1日1回タヌポートへのアクセス特典マイルを付与。ありがたい、50ももらえた。で、ショッピング見てみよっか。鏡、やっぱ鏡なんだ。俺はない、鏡がない。マジかよ、鏡ないのか。そしてこれは DIY するための作業台。今無料の体験会 DIY ワークショップを開催中。お、いいね、なんかくれるんだ、簡単な DIY レシピ。よかったら体験していかないかい。 OK、 やってみよっか。みんな DIY って知ってるよね。自分で何かを作るっていうことなんですけど、それを今からこのゲーム内でもやるっていう感じか。まずは DIY の説明をざっくりと説明しておく。作りたいもののレシピと材料をそれば、あとは作るだけ。ただしその作業台みたいに道具が揃っている専用の作業台を使うこと。今回は実際にその作業台を使って釣り竿を作り体験してもらう。いいね、釣り竿いいわ。釣り竿に必要な材料は木の枝たったの5本。その代わりちょっとしょぼいけど。 OKOK、 とりあえず木の枝5本集めてきましょう。木の枝を5本集めてこよっか。こんな真夜中に木の枝を集めるピオキング。来たよ、タヌキチ。材料の準備ができました。釣り竿を作ってみる。オッケーオッケー。作業台で作りたいものを決める。これか、しょぼい釣り竿。これでオッケー。作っちゃう。お金とかいらないんだな。雑だな、作り方。え、なにこれ。釣り竿っていうか、工具箱じゃん。完璧だな。こんな感じでレシピと材料と作業台さえあれば簡単にできる。 OKOKOK。 最後に参加してもらったお土産として手頃な材料で作れる簡単な DIY レシピをプレゼントする。お、なんだ、スマホに転送するからちょっと出してくれる。なんだそれ、赤外線か。赤外線だ絶対今の。お、DIY レシピ。いいねいいね。これで作れるのか。レシピのアプリごと送っておいた。それから今回作ったしょぼい釣り竿も記念に持って帰ってくれていい。ちょっと壊れやすいけど釣りを楽しむには十分。いいね、ちょっと釣りしたい。釣りしに行こう。それじゃあ魚の影、あ、あるある、あそこ魚、あ、逃げた。ゆっくり近づいていかなきゃいけないの。あとはどこにいるかな。いた、よし、釣り竿使おう。オッケー、これで手に持つ。で、よし、魚食いつけ、食いつくんだ。よし来た。あれ、でどうすればいいの。ありゃ、なるほど、タイミングよく A ボタンか何か押せってことかな。釣り方もまだ分かんないもんな。お、気づいたぞ、気づいたぞ。 OK、 え、なんだ、釣り方が分かんない。ちょっと調べるか。いや、調べない、意地でも釣ってみせる、何も調べないで。よし OK、 来た来た、こんな感じか。なるほど、これは
タナゴ、小さくてキュート、確かに可愛いな。もう釣り方わかりましたよ、ピオキング。多分これも釣れると思う。ちょっと待って、下に行き過ぎだな。こんくらいか？うん。で、川の流れが下に行ってるから、勝手に多分。よし。オッケー。こんな感じで、これもタナゴっぽいな。よしよしよし。釣り方が分かった。これでさっきのでかいやつリベンジしたいんですけど、いけるかな。いた。さあ来るんだ。あ、なんか見てる。よし来た。うわー重たい。やったー。これはウグイ。誰？誰っていうかどんな魚？なんか上にあるな。プレゼントボックス。あれどうやって取るんだろう。弓矢みたいなんないの？それじゃあね、木の枝をもうちょっと集めて、あの網もね多分必要になってくると思うから。で、任天堂からなんか DIY の作業台もらったよね。で、これは作業台のレシピを覚えた。あ、レシピなんだこれ。 DIY レシピを見てみると、素朴な DIY 作業台、鉄鉱石とか硬い木材がいるのか。まあその前に木の枝を集めたから網とかを作ってみましょう。木の枝がどこに落ちてるかな。あと2つなんだけど、あった。あと1個、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 あと1個が見つからねー。全然見つかんねー。あら、木の枝意外と落ちてないな。ないね、本当に。あと1個が。とりあえずね、チャプター1でも言った通り僕初心者だから、まずね、何をすればいいかちょっと聞いてみようかな。この島は自然が溢れてるから、きっと虫や魚なんかもいっぱいいると思う。虫は網で、魚は釣り竿で捕まえられるから、生物の採集を楽しんでちょうだい。そして何か捕まえられたらぜひ僕にも見せてほしい。魚釣れたんだけど。え？生き物見つけたよ。あ、そうそう、これだ。お、どんな生き物が見つかったのかな。そしてこのタナゴとウグイだね。そうそう、ウグイとタナゴ。これは特徴からするとウグイかな。ウグイがいる環境だったら、この島には他にも結構な種類がの生き物がいるかも。お、どうした。もしよければ預からせてもらっていい。その人に送って詳しく見てもらいたい。オッケー。何を詳しく見てもらうんだろう。ウグイはウグイでしょ。で、タナゴもね見つけたんだけど、これはいいアプリを紹介する。今度はなんだ。なんか来たぞ、また。お、生き物図鑑。わかりやすいな。もうモンスター図鑑みたいな感じでしょ、ドラクエで言う。捕まえた虫や魚の記録をチェックすることができる優れもの。 OKOK。 よし、タナゴもちょっと伝えておくか。博物館長に調べてもらう。博物館長大変だな。そしてなんかくれるの。自分でも DIY で何か作ってみただもなも。いや、まだ作ってないよね。あ、作った作った。傘作ったんだよね。もっといろんなタイプのものづくりを楽しめる DIY レシピを教えてあげる。やった。なんだ次は。木から木材を切り出すのに必要な斧。おし、オッケーオッケー。斧欲しいな。それじゃあ調査用の生き物もまだまだ募集してるから、多分ね枝と石とかで作ると思うんですけど、木の枝と石、やっぱりそうだ。いや、木の枝がなかなか落ちてないんだよな。とりあえず斧は欲しいよね。網より斧の方が欲しいわ今。斧を手に入れるためにどっか、木の枝よ、落ちておいてくれないか。1個でいいんだ、1個で。あ、落ちた、来た。よし、これで斧を作りましょう。あ、なんかめっちゃ狙ってるねこの人。いたらわかるだろう、今はちょっと。よし、ちょっと離しておこう。あー、ダメだ、やばい、邪魔してる、めっちゃかわいそうに。
待って、めっちゃ外れたよね今。やっぱ斧だよね。これ作りましょう。よし、しょぼい斧ができた。終わりにする。で、これで、ね、木をね、ぶっ壊せるはずなんだよね。早速、この辺の木を切ってみよっか。しょぼい斧、オッケー、ぶっ壊せ、オッケー、木材、手に入れたぜ。これ何回できるのかな。ん？色が違うぞ。もう無理、もう無理だ。よし、2、3、3回が限界っぽいね。オッケーオッケー。で、なんか色が違うんだよね。柔らかい木材と木材か、硬い木材とかもあるってことだよね。うおぉ8。うわ、待ってくれ、やめて。あー、めっちゃ攻撃されてる。え、どうなるんだ。蜂に刺されちゃった。あー、やばいなこれ、かわいそうに。顔がやべえなこれ、見て顔、かわいそうだな。まあいいや、 DIY レシピを見てみて。これ鉄鉱石か、鉄鉱石とかまた難しいな、石がないもんな。これは、お、これ鉄鉱石じゃない。何個、なんかいろんな石出てくるな。ありゃ、よし、とりあえず全部拾っておいて。なんか色的にね、鉄鉱石っぽかったんだよね。やっぱりそうだ、粘土、鉄鉱石、石が出てくるのか。これでレシピを見てみると、これが作れるのか、 DIY 作業台。それ作ってみよっか一回 DIY。 あ、できたできた、オッケーオッケー。これ欲しいな、何に使うかよくわかんないけど欲しいぜ。で、終わりにする。顔が、まだ顔やられてんだ。それじゃあテントの横とかは置けんのかな、この辺とか。テントの中しかダメなのかな。おお、置けた置けた。で、これは何を作ろうかな、何か作る。で、巣箱、なんこれ、かわいいんだけど。めっちゃ丸太の杭、これ何に使うんだろう。はい、それじゃあ今日はこんな感じで集まる動物の森を終わりたいと思います。まあ、何が進んだのかっていうと、全然なんか進んでない気がするんですけど、まあまあゆっくり進んでいきたいなって思います。もし次にですね、ピオキングさん何々した方がいいですよとかあれば、ぜひですねコメント欄に書いていただけると助かります。それじゃあ今日はこの辺で、またね。